自身の心を定めかねて、寝ても覚めても反問をするせいか、次第に心が体から離れていき、自身は空虚なものになっているという気分を味わうようになって、病気らしくなった。源氏は、はじめから伊勢へ行くことに断然不賛成であるとも言い切らずに、私のようなつまらぬ男を愛してくださったあなたが、嫌におなりになって、遠くへ行ってしまうという気になられるのは、もっともですが、寛大な心になってくだすって、変わらぬ恋を続けてくださることで、前生の因縁を全くしたいと私は願っている。こんなふうにだけ言って、とどめているのであったから、そうした物思いも慰むかと思って出た、みそぎ川に、荒い瀬が立って、不幸を見たのである。